漫画、アニメ、ゲーム、日本にはクールなカルチャーが山ほどあります。特撮、ヤクザ映画、時代劇、日本の実写作品も素晴らしいものでござる。イエス、中でも素晴らしいのは忍者です。ジェニファーたちは忍者になりたくて日本やってきたです。ジェットレースも大事だけど、忍者になることはもっと大事でござる。でもどうやって忍者になればいいのでござろう。それならノープロブレム。本物の忍者に会えるシークレット情報を入手したです。おお、それなら早速忍者に会いに行くでござる。なんなのだ。ワクワク、ドキドキ。ものすごく綺麗な瞳で見つめてくるのだ。満腹クラマール殿、You はリアル忍者ですね。これはまさに東大元暮らし。幸せのブルーバードは近くにいたでござる。確かにクラマルは四十院家に代々仕える忍びの末裔ですが。満腹クラマール殿、ジェニファーたちに腹切りを教えてください。腹切りなのだ。エミリーは火遁の術と水遁の術に水上走りのやり方も教えてほしいでござる。忍者のことをたくさん教えてほしいです。なのだ。忍びのことに興味があるのは嬉しいのだ。でも教えることはできないのだ。ならジェットレースで勝負です。え、それでレースに勝ったらエミリーたちを忍者にしてほしいでござる。なんて強引な。でも勝負と言われて逃げるわけにはいきませんわ。黒丸、いいですわね。かぐや様、わかったのだ。吉祥寺、井の頭を四つく島に変えて駆け抜けろ。芝居での観客の華やかな声援と自然あふれる落ち着いた公演を同時に堪能できるものの、うかうかすると敗北一直線。ロボット変形で驚かせたいです。3、2、1、スタート。盛り上がってるのだ。クラマル、気にせずレースに集中しましょう。全力でいきます。元気もりもりなのだ。ビューティフォー。全力でいきます。ビューティフォー。なのだ。どうでござる。いい気分です。どうでござる。早速使うでござる。Huh?
にも任せるです。忍者はやはり走るときにニンニン言うものなのでござるか。忍者もビンクに変えるカテルですか。お玉着信もビンクですか。情報が偏っていますよね。何から訂正すればいいのだ。どうでござる。かわいそうでござる。勝つのはドレスです。全力で加速します。超加速です。モリモリなのだ。ここでゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。あっぱれ。トップでゴールです。アメージング。最高です。負けてしまいました。ごめんなのだ。勝負に負けてしまったけど、忍びのことは部外者には教えられないのだ。掟でそういう決まりになってるのだ。黒丸ごめんなさい。私が勝負を受けてしまったばかりに。そういうことなら仕方ないです。でも部外者に忍者のことを教えられないのであれば、エミリーたちを満腹師の弟子にしてほしいでござる。それもダメなのだ。勝手に弟子は取れない掟になっているのだ。そうでござるか。忍者になりたければ自分でその道を探すしかないのだ。わかったです。でもその代わりに忍者のご飯をご馳走することならできるのだ。わお、ジャパニーズ忍者ご飯。そう、これなのだ。なんでござるか。このバレーボールみたいなものは。おう、ビッグライスボール。これは満腹黒丸ちゃんが食べているおにぎりなのだ。毎日10個は食べるのだ。こんなビッグなライスボールを10個。アンビリーバボーでござる。サンキュー。とても貴重な体験です。では早速いただくでござる。このビッグアイスボール大きすぎて食べても食べてもなくならないでござる。グレートです。ボディの底からパワーがライジングです。あ、どうしたですか。ビッグライスボールの中にとんでもないサプライズでござる。これは噂に聞く究極の和食、梅干しというものでござるか。
その通り、秘伝の梅干しなのだ。こんなに酸っぱい食べ物は初めてです。でもその酸っぱさがマイハートに刺さるのです。イエース、これぞ忍者の精神、ジャパンの魂でござる。日の丸の熱き血潮です。このビッグアイスボールを味わっていたら自力で忍者になれそうな気がしてきたでござる。イエス、同感です。この梅干しが進むべきロードをシャイニングしてくれるです。なんとか話は収まりましたわね。うん、よかったのだ。忍者になれそうなきっかけをつかんだら、まったく。トゥデイはいい日だったでござる。でーす。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。